三幸割烹山本へようこそ、若旦那の小川大輝です。若旦那、2021シーズン、熱い応援をいただきありがとうございました。本日は、僕たちを支えてくれた皆様をおもてなししたいというコウスケ君の発案のもと、ささやかな宴を用意しました。わずかばかりの時間ではございますが、三幸割烹山本の上質なトークをお楽しみください。上質なトークできんの？任せてください。テンション山本です。よろしくお願いします。ゲストとしてお招きいただきました山田です。よろしくお願いします。そこだけゲストなんだよね。なお三幸割烹山本、正式名称は、ジュビロ磐田のスポンサーであります、グランドホテル浜松の民芸割烹イナンバでございます。まずは旬の食材をふんだんに使った料理を紹介していただきます。では説明させていただきますね。小鉢がですね、柿の白あえでございます。お肉がですね、和牛の A3 ランクをご用意しております。最初はですね、椎茸だけ先に入れていただいてもよろしいでしょうか？はい、今入れていいですか？はい。しいたけ、たけ。お湯がプツプツしてきましたら、最初にお肉をお願いいたします。はい、お肉のお出汁が最初に出ると美味しくなりますので。いいですか、いっちゃって。はい、お願いします、はい。ベジファーストなんだけどな、俺。いや、嘘です。すいません。じゃあ、もう食べなくて大丈夫。すいません。苦笑い。はい、これも食べちゃっていいんですか？これ食べていい。ありがとうございます。いただきます。もういってるいってる、はい、どっち派すか？一旦ポン酢。ポン酢ね、やっぱあっさりからいかないと後が。いただきます。せーのでいく？せーのでいきますか、うん、なんかこう取られるの緊張するから。最後山田で。やめろやめろ。じゃあ先いただきます。せーのしようよ。ちょっと、わかんないよ、大変。美味しい。とろける。うまい。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです、飲み物だ。とろける、マジで。ありがとうございます。この後、お好みでお好きなお野菜入れていただいて食べていただいて、ちょっと薬味ごめんなさい。ね、きっと真ん中が、豆板醤になります。豆板醤。はい、少しずつ、少しずつ入れてください。これ、どっちに入れるんですか？はい、ネギとあのお水をちょっとポン酢でお願いします。はい、じゃあご飯ときしめがついておりますので食べる際にお水をかけるのを声出します。ありがとうございます。ではごゆっくり。はい、はい、ありがとうございます。イナンバよくこの間来たよね。来た。何でしたっけ？ステーキだね。鉄板焼き。ここで俺でも初めてだな、しゃぶしゃぶ食べるの。いつもステーキ鉄板焼き食べる。ステーキ多いですね、うん、これ豆板醤って言いましたね。野菜入れますか？これひとまず食べちゃっていいのかな、普通に。じゃあ喋んないと。春菊欲しい人いる？はい。食べれないですか？なんだよな、春菊。あと俺お箸使うの苦手だから結構嫌なんだよな、これ。誰かアク取って。何何？誰かじゃない、自分でやれ。春菊渡すね、大輝に。ベジタリアンじゃない？一人でこう、一人鍋でしゃぶしゃぶって贅沢だね。いいね。ちょっと喋んないと普通に食べちゃってる。食べちゃっていいか、食べようか一回。 MC 大輝でしょ、なんだっけ、若頭。若旦那。じゃあ今日はそうですね、早速いろんなことを話していきたいと思うんですけど、何から話しましょうか。オフ何してんの？僕はディズニーランド行ってきました。なんかしました？箱根行った。何しに？旅行だろ。他に何しに行くんだよ。温泉行ってきたよ、温泉。
1年間の戦いの疲れを取ろうと。うん、でも俺も結構さ、うん、一足早く送ってたからさ。いや、ほんとそれっすよね、うん、どんだけ早かったでしたっけ。2週間、もうだから3週間ぐらい休んでるから。まあでもあれですよね、優勝決まった段階でもう終わったんですもんね。そう、やばい、こんなペースでいったらこれもうあと5分ぐらいでその9時引かなきゃいけなくなっちゃうけどMC の力不足なんてのはそんな。ディズニーとアコネが話広がらないからね。ディズニー広げられないからやめましょう、うん、やっぱ今年この2人だったらもういきますけど、あの始めたことあるじゃないですか。早いな早いな。ああ、もうないもん。メインテーマもう持ってくの。これメインテーマ。これ一番大事。これメインテーマでいきます。ダダンって今日のメインテーマ。何々始めました。何々始めました。これはちょっと意外じゃないですか、サポーターの。意外じゃないかな。いや、めちゃ意外じゃない。そもそもみんなやってんのも意外じゃない。ああ、いやでもなんそもそもが。いや、そもそもないかな。発表してください。何をやりだしたか。じゃあせーので言う、こうすけ。せーの好きだな。いくよ。3人一緒にね。俺も言うよ。仲良くね。だってやだ。うん、え、いくよ。せーの。麻雀。言うんだ。言うか。言わないと思った。俺も言わなかった。麻雀を始めたんですよ、2人が。始めましたよ。山田山本が。ねえ。これそもそもチームが、チームみんな麻雀やってますよね。そう。あの、多いよね。移動中とか。アウェイの移動中結構3時間4時間とか長いと思ったりするんで、その間ずっとみんな携帯やら、うん、なんかゲーム機を横に持って、うん、ずっとやってます ね、 ね、スマブラ組と麻雀組がいて確かに確かに、ね、でも去年までさ移動中麻雀やってる人とかいなかったよね。いや、いましたよ。3人ぐらいいたんですけど。そうなんだ。なかなかやる人がいなくて、うん、それこそユウトとか、うん、今年ですよね、ユウト、ユウト、マキと今年入ってきたユウト、マキと、ユウキ、ヤットさんとか、そうそう、みんながやりだしたから、うん、それに便乗した、便乗したここの2人が麻雀を始めたっていう。深いよね、麻雀、本当に。麻雀の深さを語ってください。え、何だろう。最初の頃だってさ、練習でさ、わけもわかんないでさ、なんか、かっこつけて、かっこつけて、ロンとか言って、いやいやいや、別になんか、なんもかっこよくない、むしろダサいのになんか、ツモとか言ってて、点数低いのに、ね、うん、役がなくて上がれないんだよね、リーチしても。あるよね、初心者あるあるだよね。いや、相当初心者っすね。俺でも、麻雀わかんないでしょ、何言ってるかわかんないよ、ロンとかツモとか。いや、わかんないですよ。いや、面白かった。白とか言ってましたもんね、白のこと。何言ってんだと思って。いや、でもこんちゃんがさ、うん、すげえ押してくんだよ俺に。絶対面白いよ。いや、頭良さそうじゃないですか。いや、良さそうっていうか、いいけど、ね、いいで売ってるからいいっていうか、良さそうだから売ってないけど、麻雀とかやったらやっぱ強いんじゃないかっていうのが、うん、まあ、好きだしね、そういうのなんかあるんじゃないですか、ゲームとか。あ、なんかだって、まあ、強いですね現に。いや、過信っすけど、そんなもうなんか本とか読み込んで、ルールとか読み込んで徹底的にやりそうじゃないですか。なんかちょっとなんかオタクみたいな。確かにね。でも全然やれてないけどね。まあまあ、オフ入ってから。麻雀はブームっすかね、今チームの。もう10人ぐらいやってるでしょ、だって。10人ぐらいやってる。言い過ぎた。いや、10人ぐらいやってる。ずっと LINE 待ってるけどね、俺は。え、やりましょうっていう LINE をずっと待ってるけどね。送ってくださいよ、この3人でやりましょう。今やめよう、それ。一回やってみる。それはやめよう。それはやめよう。行儀悪い。行儀悪い。いや、うまいな。でも、ま、ヤットさんは麻雀もうまいっていう、うん、めちゃくちゃ強いっていうね。やったことないけど、一緒に。やっぱ麻雀、麻雀の話だけこんな伸ばしていいのかわかんないけど、うん、そこ比例するんですかね、こう頭の賢さとかサッカーのこう。だって大津弱いでしょ、なんて比例してる今のところ、これ、うん、比例してる。ゆうくん、ゆうくんバスンのなんかうるさくないですか。うるさい。
うるさいですよね。俺の前だもんだって一人で喋ってません、うん、なんか友達いないんじゃ、ここでこんなこと言ったらあれなんだけど、友達いないんじゃないかってぐらいずっとなんか誰も構ってくれないから、いやーうまいとか言ってなんかでもここで言ったらあいつの思うとこだよ。あ喜んでる今、うん、絶対見るもん。確かに絶対見るから見るよね、うん、ですね。本当に一人でずっと喋ってるから。いやでもマジおもろいよ。でも俺まだあの卓でやったことないからさ。あやっぱ卓まだコウスケも打てないでしょ。それじゃ打てない。やっぱゲームで携帯でみんなでやってるんですけど。でもあれ3人じゃん、3人対戦でしょ、うん、俺とヒロくん溢れてんだよね余るね。そうできず。いやだから誰かがいないとできるけど、若いの、若いのやらせればいいんですよ。ちょっと待って、麻雀10分ぐらい喋ってない大丈夫これ。麻雀だけ10分ぐらい喋ってる。麻雀奥深いよね。麻雀以外になんかありがとうございます。ちょっと考えてきたの、はい、チームで一番丸々とかどうですか。いいよ。はいはい。まあまあ人想像して作ってきたんですけど、うん、チームで一番短期とか。おお。これもうあちょっと満場一致じゃない。ありがとうございます。短期。ああ満場一致だな。せーのする？せーのせーのするまた。せーのしますか、うん、短期。でも俺最初に浮かんだのちなみに多分大輝の頭に浮かんでる選手と別だけどね。短期、うん、はい、ありがとうございます。誰誰誰。いや俺が最初に浮かんだのは、うん、ブーちゃん言うんだ。いやブーちゃん、うん、せーのじゃない。いやでもじゃ今浮かんでるの違うから、まあ、大輝が満場一致するんじゃないかって言ってるのは多分違うから、うん、いやブーちゃん短期っすか。わかんない。なんとなく怒ってるイメージあったから。印象値で話すんの今度。ブーちゃんのこと覚えてないな。もうブーちゃんこういうの喜ぶから。喜んでるこれ。短期誰だろうな。短期浮かびました？俺は浮かんでるよ。自分なしで行こうか。まあ自分なし。ちょっと待って。豆腐食べてますよ。短期ってでもそんないないと思うんですけどね。もうすぐ浮かんだ。うん、チームメイトがもうオフだから試合中すぐオフだオフだからチームメイトが思い浮かばない。おいおいおい白状のやつだな短期誰だろうな。じゃあ先に一回一番チームで足が遅いやつやっときます大丈夫ですか。そんな茶番挟まるえなんで茶番なの。いや結構割れるでしょ。コメントに書いてもらおうじゃん今多分コメントのブワーってチーム1足が遅いやつ山田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 このチーム思い浮かんだ。コウスケ短期。コウスケも怒るじゃないですか結構試合中とかいろんな局面で、うん、結構自分に矢印いっちゃって気づいてないのかもしれないですよ。あコウスケもそんな怒ってるイメージないけど。怒ってイエローもらったじゃないですか4枚目、まあ、審判にはね、うん4分の3ぐらい抗議だよそれでいいとこ出れなかったもん、うん、来年から改めないそれは。キャプテンやってるかどうかも分からんしキャプテン行かなきゃいけないしね。行きますよ。大丈夫コスケこれせーので言うの。うん、うん、行けるんですねそれは。うんせーのユウトルッキアン。ユウトいたか。確かにユウトもまあまあ短期、ね。まあルッキーもそう短期だけど。これ短期って言い方誰かな。ちょっとコンちゃんもあったけどね。俺ああコンちゃん実はすぐ削ってくるし、うん。あれでも削ってるつもりあるんですかね。だから怖いんだよ。まあまあまあ。ユウトじゃないですかこれはぶっちぎり。ユウトね。ユウト全然もういなかった。いなかった。そんな言われてみれば存在なくしてたもん。高太郎ともやったら高太郎、高太郎か。でも今年はおとなしかったね、うん、去年とか言ってたけどな、高太郎今年1回言うとこれも喜ぶだろうな、こうやって、うん、お題あれだけど触れられたら嬉しいよね、やっぱこういうのね。うん、嬉しい。なん後でこれも触れるけど、どんなテーマでも言うとさ、試合中こう軽くなんかわざとじゃないけどぶつかったぐらいでも切れてません
わかります、うん、パーンとぶつかったらもうその後流し目で、うん、みたいな、なんだよみたいな。の割にでも案外カードとかもらってないんですけど、うん、でもユードが一番キレてるのさ、んユードが一番キレてる対象はさ、うん、リクじゃん。だからカードもらわないんだよ。確かにリクだ、ね、審判とか相手じゃないの、うん、リクにキレてるから、いつも日頃の練習はリクにキレてます。リクにキレてる。確かにずっとキレてますね、リクに。リクもリクで結構言い返すからいつも結構ガチ喧嘩してたよ、今年も何回か。本気ですね、あれは。あれは本気だよ。でもなんか気持ちわからなくはないんですよ、リクの、あ、リクじゃない、ユートの、うん、リクなんか聞いてるんだか聞いてないんだかわからないじゃないですか。うん、ノーリニアでも、こうやって言ってる。そう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 。で、なんか、いやでもリクって言ったら、はいってすごい笑顔で、はいって来るから、いや違う違う、そのこっちのテンションに対してのその聞き方のテンションがなんかギャップがすごいっていうか、違う違う違う、リク今ちょっと俺怒ろうとしてんだけどみたいな。あいつのそれにはなれないと、イライラするよね。確かに、と何度も見ましたね、ユウタが怒ってるし。コウスケももうリクと二度と飯行かないっすね。確かにあれはやばかった、ね、なんか超えちゃったよね、なんか、うん、あいつの良さだったんだけど、それが、うん、なんか超えちゃった。超えちゃったって言ったら本気のやつじゃん、もう。ここで行かないよ宣言されてるみたいな、うん、すごいもんな、絡み方。次行こうよ。いやもう丸々ないのよ、みんなで考えましょう。何かな、丸々じゃなくてもいいけど、よくあるじゃないですか、結婚するならこの人とか。そういうのやめようよ。そうだね、これ出たらやつ。そうだね、やめよう。入らないし、いやいや、俺ばっかになっちゃう。そろそろこれ使う。一回やりますか、じゃあ盛り上がるかどうか。コースに引いてくれます。裏事情喋ればいいんじゃん。自分引きたくないよ、マジで。え、自分を引きたくない。あ、そっか、人の名前が入ってんのか、これ。うん、ちょっと開いてよ。森岡陸。もう終わったじゃん、もう終わりじゃない。森岡陸、あります、今。今終わったっすよね、本当に。陸は、本当になんか、まあ、コース的にこうちょっと線越えちゃったって言ったけども、うん、本当にあいつ一線越えるなって俺ら大学の時めっちゃ言われたじゃん、うんうん、先輩に対して、うん、しっかり線引いて一線越えるな。もうあいつ一線どころじゃなくて5000、6000越えてくるじゃん、飯とか行ったら。なんかそうですよね、良さでもあるけど。いやだから多分コースケも良さでもあると思ってたんで、うん、だけど一緒にご飯行ったの一回、コースケとリクと、うん、そしたら平気でコースケくん、なんでそんなずっと携帯いじってんすか。こんな人いますよ。先輩に、そのコウスケに、今まで会って中でコウスケ君一番変わってますとか。お前だ、あいつ、あいつに言われたら終わりでしょ。お前に言われたくねえよ。やばいっすってコウスケ君とか言ってずっと言ってるから。そこは怖いもの知らずなんですね。怖いもの知らずって言い方で。いやでも俺の中ではもう良かったと思ってる、それは。こいつとはここで終われたって。いや終わんないじゃん。早めに気づいてよかった。第2回やりましょう、これ YouTube で。いやガチでコウスケ不機嫌マジで来ないよね。確かにリクはすごいよ。確かになんかリクこうよく YouTube とかで大学でなんか学んだことなんですかっつって、うん、なんかこう、まあ、いい話としてこう大学時代にこうゴミ拾いしたりとかそういうことをすることを学びましたって、うん、出たんですよ。まあ、それ自体はこう悪いことじゃないんですけど、すごくいいことだと思うんですけど。じゃあそのいやでも言いたいことは分かるんですけど、その先があってのその話じゃないですか。でいやでもまあそうじゃなくてさ、まあそれも分かるんだけど、そこからでいろんなことを積み重ねてとかそういう話でしょって、うん、いや違うんですよ、本当にゴミ拾うことって大切なんですよみたいな、あのあ本気のゴミ拾いの方を学んできたっていう。あの人間性とか社会性じゃなくて、そうそうじゃなくてね、
ゴミ拾いって大事だな。ゴミ拾うことって地球にとって。ゴミを拾ったら街が綺麗になるなっていうこと。そうそうそう。ああ、本気の方なんだ。足算とか膝みたいな話だよね。あ、そうそう。だから、あ、それはじゃあ素晴らしい。それただただ素晴らしいよねって終わりました。あいつ多分、法政大学卒って絶対言わない方がいいよ。あの大学側も止めた方がいいと思う。マジで。いや、もう肉、そうですね。肉はこれぐらいでいいですか。次お願いします。ちょっとこれ戻します。いや、聞いてんだ。それが誰か気になるな。戻したの自分ではない。え、自分ではない。見えちゃうな、これ。同じやつ出ました。同じ三浦龍輝戻したやつと三浦龍輝。三浦龍輝龍輝か。まあ、僕たちの後輩ですからね。うん、あいつも明治って名乗らないでほしい。俺からしたらあんまり。龍輝の龍ってこれ難しい龍だよ。そうですよ。龍輝なんかあります？だから龍輝、龍輝ってサポーターの方にどう思われてるんですかね。なんか、まあ、なんかさ、かっこいいじゃないか、うん、ちょっと真面目だと思われてそうじゃん。思われてますよね、うん、ちょっとひたむきに。それも全然そんなことないですよ。よく頑張ったじゃない、今年。そうですね、今年すごい頑張りましたよね。あいつがクリーンシートの数とかすごい多いんじゃないですか。いくつか知らないけど。ねえ、ねえ、なんかねえとか言ってもそんななんか龍輝に関心ないみたいになっちゃうけど。龍輝ってなるとあんま別に出てこないな。なんか言えることも少ないじゃないですか、その、うん、言いたいことわかります。その言えない。ちょっと待って、その言えないこと言ってみようよ。じゃあ、そんな、この機会に僕だし。いや、僕そんな知らないんだけど、うん、なんか言えないことの方が多そう、うん、むしろそういうのはなんか山さんの方が知ってそうだけど。やめろよ、そう言ってお前。爆弾に火つけて落ちますよ、お前。最悪だよ、今。大変だな、龍輝か。うん、次行きますか。次行きましょう。お願いします。どうすか。俺が悪いね、これね、うん、誰出てほしいですか。特徴がある人。ほら、こういうことよ。誰中川君。特にないね、でもね。ないんかい。そうでなかったらもうみんなないよ、うん、彼は結構いろいろ。彼はそうは本当にプレイ目、プレイ以外ですごい貢献してるよね、彼は。そんなこと言うなよ。確かにそれも大事だからね、うん、めっちゃ貢献してるよね。プレイ面でやるの全然ないけど。なんかそんな出れなかったしね、その、うん、でも日頃からその普段の練習とかの盛り上げとか声出しとかすごいしてません？声出しってなんか、まあ、でも見て学べるよね、あいつは、うん、なんか人を見て。なんか今時の僕は若手っぽくないイメージです。なんかそういう向上心あって、うん、なんか私生活だったら英会話始めたりしたじゃないですか、うん、始めたりとかすごい誰よりも練習全部自主練習したりとか真面目な話になっちゃうけど、うん、すごい、なんだろう、時間を無駄にしないでサッカーと向き合ってるイメージ、うん、それ以外の若手は時間を無駄にしてサッカーと向き合ってないってこと。これさ、山田さんひどいよね。山田さんひどくない？山田さんがだってそう思ってる、そういう思考があるってことでしょ。だって今の話でだって今時の若手っぽくなくて向上心があって時間を無駄にしないでサッカーとしっかり向き合ってるってことはそういうことだよ。ひどいぜ。ねえ、若手のみんな。大輝ひどいよね。俺は全然そんなこと思わないけど。ひどいんだけど。そんなことないけど、世のね、一般論として、うん、本当に頑張ってるなって。いや、でも本当みんなと仲いいし、うん、いろんな年代と仲良くできるし、俺は一つの才能だよね。しかもあいつ、なんか子供大好きで、うん、僕家隣なんですよ。うんうん、もう徒歩10秒ぐらいで、うん、外で遊んでたら、うん、もうそう、もう目の前だからすぐ出てきてくれて子供と遊んでくれたりとか。
優しい。めちゃくちゃ優しい。まあ、うちの子がめちゃくちゃ呼ぶんだけどね。そうだから。そうっつって。何してんのっつって。起きてるっつって。そう、なんか最初ちょっと出てこないんだけど。うん、5回ぐらい呼ぶと、うん、ガラガラッつって起きてるよなんかちょっと無理やり起きてくれる感はあるけど、ね、無理やり起きてるのそれ。すごいでも遊んでくれたりとかね。不良物件だなそこぜひ子供が叫んでくるっていう。もう本当にそうはただのいいやつっていうね。次行きましょうサクッといく。どうすんの、全員行くか。全員行きますよ。ポンポンポンって言って最後の方がいいな。松本くん。おー、あー、ただのいい子でしょ。マサヤは本当にマサオはただのいい子、完璧だね。すべてにおいて完璧、言うことない、うん、それで終わらせるの言うことないもうちょいあるでしょ。いやでもマサヤマジで言うことないけどな、うん、いやなんか確かに完璧ですね。なんかそれこそモテそうですけどね。優しいし、うん、献身的だし、プレイに出てるけど、あの献身的な、本当にね。そうとかマサヤおすすめ物件だよね。うん、いやめちゃくちゃおすすめ物件。一番ワンツーぐらいかな。マサオが一番。逆にこいつだけはやめとけっていうのは誰？こっちの方みたい今。俺だった。うわ。聞こえまあなんか全員出てなったらちょっとすみません。山田さんとか。マジで。いや誰かな、やめとけってあります？逆にあるよ。誰誰誰うーん、コウキとかリュウキとか。ああ、それはやっぱなんか、うん、自分のことしか考えないじゃん。まあみんなそうだけどね、うん、ちょっと結婚したりしたら奥さん大変そうだなって。ああ、まあ、2人とも優しいけどね、めちゃ、うん、まあもう遅いっすけどね。遅いマサヤは本当完璧だよ、うん、マサヤは完璧、本当に完璧以外何者でもないっすね。ん、何者でもない。これからね、まだ若いっすもんね、マサヤも。うん、まだ若いっすも若くないでしょ。うちだと若いのか。うちでスタメンとかの中だと若いけど。何歳？6とかじゃない？6ぐらい、ね、7ぐらい若いっすよ、うちだったよ。中堅一番若いんじゃないですか、スタメンで。ノリじゃない。平均30歳超えてたもんね、今年。あのスタメン30歳ぐらい言ってましたよ、ね、そんなの関係ねえですよね、もう、うん、コス君言ってください。あのもう滞ってるなと思ったら引いてください。滞ってます。お前の MC 力を試してんねそこに花から頼るのは良くないんですよ。いきましょうとか言いながらも大御所行きたいね。大御所、大御所行きたい、大御所行きたい、大御所行きたい。その流れで金子くんです。いや新参者かコミュニケーションお化け。翔太もマジでいいやつだよね。多分翔太は一番、いや一番か分かんないけど、うん、多分サポーターのみんなのイメージと、あー近い、うん、近い、確かにそのまんまな感じ。俺も外から見てた、ね、なんかサッカー大好きで真面目ないい子そうなやつだなって思ってたら、うん、本当そのまんまだったから。確かになんかあのインタビューとか受けてる感じがそのままっすよね、うん、真面目だし、山田さんみたいにこう食とかのこだわりも強くないですか、あいつ、うん、下手し俺よりなんか詳しそう、いろいろ話してる。いや本当そうです。だから僕なんかいろんな体重の話とかしてたらなんか発展して、おいしい塩ありますって言い出して。何？塩、おいしい塩、うん、あそうなんだっつって、ありがとうって、まあ、いろんな塩の話したら次の日その塩持ってきてくれたりとか。ただの優しいいいやつなんですよ。大輝さん食べてくださいっつって塩くれんの嬉しくない？塩まくっていう日本語知ってる？ね、え何え塩まくっていう何どうぞってだから、うん、お前も明治大学名乗んだよそういうのずるいじゃなくてじゃあ翔太はカットで、うん、翔太はカットでカットはかわいそうだ、うん、あいつ練習初日俺にタメ語使ったから。確かにそれ一番面白いやつじゃん。後輩だと思ったんだ。来ました。誰？ああ我らがキャプテン
山本康介。康介はでもだいぶさ意外とお茶目なところとか出てきてんじゃない YouTube 出てきてる出てきてる。ジュビタングループ出たし。だってさなんかこのサポーターがこの康介くんの笑顔見たらなんかこうレアみたいなのがあるじゃないですか。全然レアじゃないじゃないですか。レアじゃないっていうか普段なんかこうちょっと、うん、クールっぽい雰囲気出してるけど、うん、雰囲気は出してねえ。出してないの。出てるよ。出ちゃってる。出してないとしても、チーム1のひょうきん者だと思ってるけど、それは言い過ぎ。それはないけど、でもやっぱりうちでそれこそ加入してきた選手とか新しく、うん、若手とかまず康介君にビビるんじゃないですか、うん、外の印象から。まあ僕も入団した時一番怖かったし。だってユースで一緒にやってるじゃん大輝と康介。いやだって1-3っすよ。ああだって僕と山田さん大学で1-4ですごい恐れてたじゃないですか。その4年生は神様だって。あ当時はね。まあ当時はね。康介その時はユースで1-3だったらそれはもうキャプテンだし、2年生高校2年生から試合に出てるしプロの、なんかもう話しかけるのもちょっと申し訳ないわぐらいだったから。お前の印象ないもんユースの。本当に試合出てたのに。うん本当にない。でも試合出ながら思ってましたユースの時、康介からパス来ないなと思って、うん、たまにパス来たら、あパス来た嬉しいと思って左やってた。左やってて、ね、たまにパス来たら嬉しいと思ったらポンって出てクリアしろって言われて、おいっつってクリアする時だけパス来るっていう。クリア要因。おいっつってもう全力でクリアして。なんかそんなある。うん。コウスケ結構お茶目だからね。うん。お茶目。まあでもだんだん出てきてねそれが。うん。でもっと出したいですよね。うん。出したい。この時もだってまだ出てないでしょこの YouTube の今回も。まだね。山本チルドレンとかでご飯行ったらだってはしゃぐじゃないですか。うん。人によるよね、横にいる人に。人によるよ、俺らが悪いです。今日の人見るよって、うん、マジか。あれ、山本会やります？普段やってたじゃないですか、うん、あの食事会を、うん、山本会で協賛、スポンサーが山田裕樹でやってるんですけど、その時の須野康介が隠し撮りしたら、うん、サポーターが見ることのない一面だったり、さっき陸が言った康介の携帯ばっかりしてるじゃないですかって一面も毒じゃないよな。見れるかもしれない。うん、まあ、じゃあ来年は出してこうか、もっと康介の その表情を。なんかチャンネル持ってるじゃないですか YouTube で。ジューラの YouTube 始めようかな。え YouTube 始めようかな。 YouTuber なんだ。喋れます。5分とかになっちゃう。何でもいいでしょ。あれ何でもいいでしょ。何でもいい。ご飯食べてるとことかでもいいでしょ。何でもいいよ。黙々と、うん、プロサッカー選手が喋らずにご飯食べてると咀嚼音とか、うん、シャキシャキって。でも多分ジュビロサポーター結構見るよ。見るかもしれない。コウスケ YouTube 始めたらコウスケ何食べてんだって、うん、1個目の投稿はすごい見られると思う。まあやんないけどね。やんないだろうな。誰ですか。高野亮。あー筋肉お化け。量もまあ量もまあなんすか。いい子だよね。めちゃくちゃいい子。めちゃくちゃいい子。第一印象めちゃくちゃいい子でそのままいい子じゃなかったですか。うん、めちゃちゃんとしてるよね。真面目だし、なんかもうちょっと詰めてくれればいいんだけど、ね、なんかあんまり、うん、確かに人と話してるとこ見たことない。いやそんなそんなことないですよね。まあなんか一緒に入ってきた牧人が一人でもう初日からガンガン絡んでいくじゃんみんな。確かに牧人なんか俺今シーズンの頭からいたのかなってちょっと思っちゃったぐらい。いや本当だよ。もうだって僕すでにタメ口使われてて、牧人の話になっちゃうから。確かに牧人牧人って声かけ多分いるよ。牧人そんなに声かけたらうるせえよとか言うぐらいなんかもう感じなんで、うん、彼もすごいですよねコミュニケーション能力。量っすよ。りょう真面目だよ。りょうってどこなの出身。生い立ち。やばい知らねえ。知らない。あのえマリノスユース違うでしょ。りょうはわかんない。今多分下に出てるよテロップで。どこどこユース出身。りょうに LINE する。今えりょうに LINE する。 LINE しますね。どこユース今撮影してんだけど。
ググって。今ググって。でも本当に量のその筋トレじゃないですか、量って言ったら。うん。ずっと筋トレしてません？それ見たことないんだよね。ない？ないない。俺がジム行ってないだけか。ずっとムチムチ、なんかすごい筋肉。あ、でもあんまり今までいないようなタイプだよね。うん、ね、選手っていうかプレー面は。いいよね。推進力あって。ああいうタイプ。バナったけど。あ、小学校4年からマリノスの下部組織。マリノス。9年間。で日大、日体大。おエッサッサできる？エッサッサできるんだ。ああエッサッサ。エッサッサしてます？やらない。すいません、コスさん、ちょっとエッサッサ。やだよ。やだよ。ひろき先生呼んでこいよ。エッサッサ、あー、そうですね、じゃあ寮はエッサッサってことでやらせるか、今度エッサッサ。次、今度、あ、みんなエッサッサ、エッサッサ、エッサッサってちょっとざわついてると思うんで、あのエッサッサ検索してもらって、はい、検索してもらうか、まあエッサッサ高野で検索してもらって、まあ、そうですね、クラブで、あの、なんか SNS で高野寮エッサッサを今後発信していきたいと思います。はい、次お願いします。大畑直樹選手。いや、宝来た、宝。ジュビロが誇るおしゃべりおじさんですか。セロおじさんね。セロ。本当にハチ君って言ったらそうじゃないですか、やっぱり。うん、なんかあまり今どきないというか、しっかり面と向かって若手とかに。こう思いとか伝えられるじゃないですか、うん、なんかちょっと僕とか嫌われたくないと思うし、ちょっと遠回しに優しく言おうかなとか思うけど、ハチ君はもうドストライクど真ん中みたいな直球でこうコミュニケーション取れるのはすごいし、宝って言いましたけど本当宝じゃないですか。ハチ君は若手から嫌われてるってこと？解釈やん。今の言い方だと本当に今の言い方だと山田今回限りだな、もう、うん、ゲストですから、ゲストなんで。そうか、ゲストだ。その若手の教育みたいなのもハチ君がめちゃくちゃしてると思うんですよ、ね、いや、すごいよ、よくあんな言えるよ。なんか俺もいいやってなっちゃうもん、うんうん、一回パッて言って、まあなかなか若いしさ、うん、伝わらなくても ね伝わんないじゃん、うん、そしたら俺なんか結構、うん、ああまあいいかな。ハチ君それでも行くでしょ、伝わらなければ30分だろうが1時間だろうがずっと言ってるよ、ね、ずっと行くから。あの人クラブハウスに住んでるでしょ。クラブハウスに住んでるよ。まあいるよね、うん、練習しかしてないですよね。すごいよな、いや本当でもすごいよ、あれは見習ってほしい、うん、いつかやるだろうけど本当特集してほしいです、うんうん、密着してほしい。ハチ君がどんだけクラブハウスでトレーニングして、あんだけトレーニングしてケアも受けないであの年じゃないですか、うん、すごいっすよね。龍樹に見習ってほしいよ。俺は練習量とかね、そのサッカーに取り組む姿勢を、出てない時にどういうことしてるか。確かに八君は本当そうっすね、宝ですわ、ジュビロの宝、はい、あったわ宝、ババン、はい。それじゃあ今から次の人から全部出てくるからね、締めで貼らなきゃいけないから。誰は何々来ました、やってよちゃんと。誰だ、山田大輝さん。大輝じゃねえ。こんな長い付き合いなのに間違えんだよ。まあ俺はね、いろいろあるよね。ちょっと待って。黒いよね、黒い、黒い。黒いのはわかるけど、うん、あるでしょ、いろいろ。腹も。人とも。いろいろあるでしょ。長いし。何年の付き合いだって、康介なんて中1、中2からでしょ。喋んないから。喋んないから。大学からでしょ。もう14、5年とさ、うん、ね、同じ付き合いで。ね、いろいろエピソードもあるし、思い入れもあるし。ね、確かにいろいろ目見てるし、なんか、ね、確かにいっぱい、言いたいこといっぱいあるでしょ。なんかいっぱいご飯おごってもらったなって、すごい本当に、ね、金だけじゃん。それ以外のとこだよ。なんかエピソードあります？コスコ、なんだろう、紐だよね。いや、まあそれ言ったらもうね、僕大学時代からどんだけお世話になってるか。次行く。次行きますか。いやいや、まあでも山田さんはなんかさっきハチ君宝って言いましたけど、本当に僕はジュビロのこう精神的な部分も含めてこう大事なこう支柱だなと思います。そのなんていうの、柱、
はい、出して。無理だな。出して出して。ババン、ババン出して。ババンって出す。ババン出して。山田は。え？カメラ目線で。山田、なんかあります？まあでも、名実ともにジュビロの顔じゃない。おお、出た。ババンって言ってください。ババンジュビロの顔。なんか松岡亮介が言ってたよね、それって。あ、ジュビロの顔って？うん。まあ、じゃあ、ずっと前お借りして、うん、ジュビロの顔で。いや、ちょっと忍びないな、それは。ちょっと申し訳ないな。とりあえずなんで。うん。ありがとうございます。いや、もっとなんか山田さんについて触れることいっぱいありますけど。いや、でも一旦行こう。一旦行きます。ここで山田さん褒め散らかしたところで。うん。多分カットでしょ、これは。カットされんの。あ、出た。伊藤真希と。あ、これスルーでいきます？うん。これ破るか、こうやって。破るんだ。スルーでも喜びそうだけど。真希とはなんだよね。真希とも意外と怒ってるけどね、試合中。怒ってますよ。いや、僕なんか逆にいることが多いから。まあ確かに、うん、あんまり。マキトはうるさいよね。うるさい、ひょうきん、ずっと喋ってるよね、うん、でもそれこそソウとかと一緒で、うん、うまいよね。あのうるさいしバーって喋ってるけど、ちゃんとこう線は引ける、線は引ける、距離の詰め方とかうまい。だから嫌じゃないよね。俺も結構タメ語とか使われるし、うるせえとか言われるけど嫌じゃない感じ。全然嫌じゃない。だからそこはうまいから、すげえチームに溶け込むの早かったしね。うん、って言っても牧人はいいです。あります、なんか牧人、牧人仲いいじゃないですか、康介。うん、浜松市民だもんね、あいつ。ああ、そうだそうだ。うん、マキと浜松市民です。マキと浜松市民だなんて浜松市民です。あ、山本の道。あ、おお、これはもう一つしかないですよ。何？モンクラです。ああ、俺も思った今。モンクラね。あの、彼はおそらくモンクレしか持ってません。洋服ね。洋服モンクレしか持ってません、全てってぐらいモンクレが大好きですよね。うん、上から下買ってたしな。上から下買ってましたもんね、一緒に行った時も、うん、ってぐらい。ただダセーって言われてたけどひたすら怒られてましたね、うん、そんな今時の若者だけで買ってたらって言って全身コーディネートされて、全身まんまと買ってましたね。モンクレ、モンクレだけですあります、なんかノリ。うん、うん、お父さんが面白い、うん、あ、かなり。あ、お父さん面白い。ノリがキャラ薄い分、お父さんはだいぶキャラ濃いよ。なんかアウェー金沢戦でしたっけ、うん、なんかノリの家族が来てちょっとざわついてませんでしたっけ。どういうこと。ホームでしたっけ。認知されてんの。お、はい。いや、なんかいかつすぎてでしょそう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 、お父さんとかお兄ちゃんが、あの辺ノリんちじゃないみたいな。次一回いるぞっつって。確かそんなんだって気がする。確かに。ノリも怒らすとやばいのかな、ちょっと。いや、だからその血は持ってんじゃないですか。あいつ怒ってるとかあんま見たことないですけど。北九州男児なんだ。知らんけど。いや、そうだよ。多分。はい、ノリそんなとこです。これなんか、最後10分ぐらい、もう10分過ぎましたけど、ちょっとサッカーの話とかしなくていいですか。もうじゃあ最後引こうか。最後引きますか。これ最後、最後大事だよ。最後大事。選手の印象値の最後。鈴木優斗。いやいいじゃんいいじゃん。最後優斗が持ってんな、優斗。今年は持ってる年だね。うんうん。優斗どうすか。優斗もさ、うん、いやなんか結構お茶目じゃん。うん、なんか寡黙でストイックなイメージありそうだけど、結構お茶目でさ、うん、ちょっとなんかさ、なんて言うんだろうな、ちょっとオカマっぽい感じしない？これこのご時世これ言っていいのかなって今すごい迷ったんだけどさ、なんかちょっとこう、いや違う、喋り方とか、あー確かに喋り方、根の使い方とかさ、確かに確かに、いやこの前さっき電話しちゃってたじゃないですか、オフ中に、その時もちょっとお姉っぽかったっすわ、でしょ？うん、ちょっと入ってんのかな、うん、かもしれない。あいつでもいじられるとムスッとするよね。そうなんだよな。
でもあいついじられる人によるんですよそれこそリクとかにいじられたら本気で持つってね。それこそ山田さんとかがリク行け、リク行けって行かせたら冗談としないから本気で、はあリクお前ってなるけど、なんか、ね、山田さんとかいじったらすごい喜んでそうな感じだし、このままだと言うとおねえってなっちゃいますよ。いいよ。おねえで一回終わってきますか。うん、言うとおねえつって、ででんつって。男性ホルモン強そうだもんね。強いじゃないですか。なんかこの辺がなんかウルフね。いやもう一人行こう。言うと違った。しまらなかった。ほら、ね、小川大輝。いや僕は。僕はいいじゃないですか。なんかあります？大輝か、なんかあるかな。もっといい契約の話と車の話だよ。流せるかいな、そんなのここで。大輝の契約の話は面白いと思うけどな。いや確かにね、うん、きっと面白いだろうけど、ビュー取れるかもしれないけど絶対に話しません。大輝は高級車、すごい高級車乗ってて、もう1台すごい高級車買おうとしてるよね。いくら総額2台で？そうですね、大丈夫大丈夫、ピーって入ってハテナハテナ入るから1回金額言ってみて。え2台の総額の金額言ってみて、車の。だってそんなん言ったらもっと高い人いるじゃないですか。でも今年2台買ってるでしょ。買うかもしれないってことでしょ。でもほぼ買うじゃん。買うよ。その総額一旦言ってみて。ありがとうございます、助かります。いろいろ、いやいやいや、いろいろ切れてないよ。ありがとうございます。流れ切れてないよ。流れ切れてないよ。流れ切れてないよ。最後もう一人行きません？僕で閉まらないでしょ。ちょっと僕は引くよ。もうじゃちょっと何人か抜いた方がいい。何人か抜いいらんの入ってるから。いらんの2分1で引いてほしいな。2分1。これちょうどいいんですか。監督いたのか。ちょうどいいって最後監督でマサ君で締めるのは、マサ君のなんかどうですか。まさくんって言ったらやっぱ、いやまあ、なんでなんか触れづらい。いやいやそんな全然やっぱ怒んなかったけどさ、なんかちょっとマッサンなりに怒ってるんだろうなっていうシーン分かんなかった。なんか分かんなかった。俺も分かんなかった。いついついつ、なんか試合の後とか練習中かな。なんかああ、人に普通の人にしたら全然怒ってないけど、まさくんにしたら多分これ怒ってんのかなぐらいの。若手連の時とかかな。知らんけど。知らんのか。まさくんって言ったらやっぱあれじゃないですか、パソコンじゃないですか。うん、でもそのネタもさ、いろんなところでみんな言ってる。言ってる、うん、36にも言ってます。言ってる。まあ言ってんだ。ごめん、使っちゃってるもんそれ。使ってんだ。じゃあまあその辺ハイライトでバーってあの名言集作っといてもらって、あっちの動画で、はい、名言集何何何映像でお願いします。ということで、このボックスはよろしいでしょうか。はい。大御所引けなかったな、申し訳ない。うん、大御所二大巨頭引けなかったな。そうですね、本当だ。っていう感じですけど、食べ終わりました。もう、うん、何の話する。いやもうちょっと今シーズンの振り返りとかしません。ちょっとは、うん、ちょっとだけするか。いただきしましょうよ、うん、どうでした今シーズン。どうだったコウスケ。役満を2回出せて。違う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 。麻雀の今シーズン。麻雀シーズン1じゃないの。大三元と違う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 。山本麻雀クラブシーズン1じゃないの。数アンコウも出せて。ああ出せました。ペロさんってやった時に数アンコウ出せたのか、うん、まだ出したことないんだよ。違う違う、そこ広げるとこじゃない。今シーズンね、どうでした。キャプテンとして、チームキャプテンか、ゲームキャプテンか。何試合出ました。何試合だろう。で1試合41とかじゃない。違う違う、だって1試合休んでるから。最後出てないの。1試合休んでるから。40じゃない。40ぐらいだ。チーム一番、チームで一番出場時間も多かったと思うんですけど。コウスケが
おそらく。そうですよね。大輝そういうの計算してるもんね。いや違う。給料に反映されるから、ね、結構細かく。ひどいよね、本当にひどい。本当にひどいと思う。あの山田はひどい先輩ですよ、この出てる米印出てる。ごめん。どうぞ。いやまあ、うん、山本康介さんあってのこの、まあ、康介君だけじゃないですけど、J1 昇格自立優勝だったと思うんですけどっていう質問してもどうですか、そういう質問です。いやでも40試合出て、うん、5敗5回、うん、5回ぐらいしか負けなくて、元の試合で出て、まあ、もう32だけど、この年でこんなシーズン来るとは思ってなかったし、またもう後先にもないかなって思うけど、やっぱ J1 で結果出したいなとは、まあそうっすよね、そこっすよね。なんかでも居心地はすごい良かったな今年は。居心地が良かった、ストレスが全然なくて、あの選手とか、うん、確かに、まあ、伸び伸びサッカーやってる感はみんなありましたよね、いやでも康介さ、結構こうメンバーがいる時期とか長かったじゃん、意識しようと思わなかった、康介が。えしましたよね。あ、違う違う、そうだけど、いやもっとこう出てっちゃうの、その後飛び出るとかってことね。うん、オファーなかったんだよね。そういうとこなんでなんですか、オファーがなかったんだよね。違う、ちょっといやいやそこはね、そうやって言ってるけど、うん、まあまあまあ、まあ、って言ってもまあなんだかんだ、なんだかんだじゃなくて、コスケが一番ってぐらいジュビロ好きじゃないですか、僕たちにも伝わるぐらい。でもなんか、まあ、俺も比較的そうだけど、コスケも結構プレースタイルは変化してきてるよ、なんかやっぱ経験をなんかすごい勇気がね、うん、今シーズン何点取りました？4点か5、5とか取ってるじゃん。いや素晴らしい活躍だったと思います、コウスケ。いやでも確かに、いや俺個人的には結構こう今までのシーズンの中で一番楽しかったんだ、楽しかったし、うん、まあ結果とかも伴ったけど、うん、コウスケも結構近くで見てきてすごい苦労してる時期長かったから、いやなんか、まあ、これちょっと語弊あるかもしれないけど、昇格した瞬間とかに、うん、こう嬉しいじゃん、嬉しいんだけど、うん、やっぱなんかこう長く一緒に苦しい時間を過ごしてきた選手と、うん、こう分かっちゃう、うん、こう喜びの感じと、うん、この3人とかケンタロスの8人とかと一緒にやったねっていうこう共有と、まあ、今年入ってきてくれたり、うん、まあ、そういう選手たちとこう喜び合う感情と、なんかちょっと違った嬉しさがあった。なんかこう、わかります、わかります。新しい選手たちともこう来てくれて、みんなでがってこうチーム今年作って、で勝てたことにすごいこうこのメンバーでやれてよかったなと思うし、だけどやっぱりこう苦しい経験を一緒に過ごしてきたチームメートと、やっぱこうそのメンバーとしかこう共有できない感情みたいなものはなんかすごいあったから、なおさらおのおのね、チームとしても苦しかったけど個人としても苦しい時期みんなあったじゃ なんか。いやそうですね、ありましたね、だからいいシーズンだったよ、そうですね、とにかくいいシーズンでした、まあでもコウスケというより来年以降ね、そうですね、まあ、いかに、J1 でこそどんだけやれるかっていうのは、なんか早く試したいワクワク、ワクワク感みたいなのもあったりとか、まあ、どれだけ通用するんだみたいな不安もあったし、楽しみだよね、本当に楽しみだ、楽しみですね。すみません、お腹いっぱいだなと思ってふーって普通に、いやでもなんかさ、来年何位ぐらい目指す？今日ちょうどなんかとあるところで聞かれてさ、来年チームとして目標は、そうこの間ユニフォームの新ユニフォームのマドミラルの発表会でも、じゃあズバリ来季の目的はって、そのなんか俺一人で言えるもんじゃないし、まあそうね、個人の、ね、何ゴールとかだったらまだあるまだしも、とはいえ
一旦すいません、しっかり残留をまずまあ、まあ、そこはそうですね、最低ラインで、そう最低ラインで目指しつつ、まあ、とはいえなんかもうやるとね、なるべく一つでもこう上の順位をというか高みを目指すっていうのはありながらも、うん、当然ね、なんかだけどなんか残留だけ目指してやるのも、いやそれはなんか嫌です、嫌です、なんかじゃあ勝ち点40ぐらいを目指していけばいいのかって言ったら、うんうん、そのいう戦い方になっちゃうかもしれないじゃないですか、うん、だったら本当に一つでも上に、まあ、それこそね ACL 圏内とか優勝とか、それこそ、うん、ACL 出たいね、出たい、うん、まずはでもなんか俺結構最近さ、最近とか近年さ、ジュビロ入団した時はさ、うん、まあ一つさんの時にこう首位ぐらいになったりさ、一時期ね、こうさ一瞬だけど序盤に首位か2位かぐらいになったりさ、最初開幕調子よくて、でなんかなんか優勝とかも目指せるんじゃないかとか思ってたんだけど、だんだん2回 J2 落ちてさ、なんか今とかはさ、こう周りからはなんかまあゆくゆく黄金期をって言われつつさ、うん、だんだんこう、まあ、在籍長い俺とか選手とかスタッフとかなんか優勝を本気で信じてやってないんじゃないかなってちょっと最近思っていて、ありがとうございます。失礼します。なんかね、すごい切れて切れてる、なんか多分繋がってないんだけどいやいや、ちょっとなんかそこはもう一回みんなで、うん、別に来年優勝とかじゃなくて、うん、だけど本当にこう何年なのか3年なのか5年なのか、ある程度中長期的にクラブとしてもこうやって、うん、なんか本気で目指したいよね、ちゃんと目指したい、でそのためにどうするかみたいなのをちゃんとみんなで考えながら、うん、共有してね、ね、今の選手たちコミュニケーションすごい取れるからさ、そういうところちゃんと共有しながらやりたいなっていうのは、そうっすよね、なんか、まあ、この J2 降格だったりそういうの経験してるとどうしてもなんか残留に行きがちじゃないですか、うん、まあ、さっきも言ったけどやっぱそれありきでサッカーするのもリーグ戦戦うのもちょっと違うな。この5、6年さ、うん、ジュビロがさやっぱ一回降格してからさ、うん、これ諸事情で2回目なんですよ俺喋るの。コスケ笑ってんすよ。ジュビロはさ2回も降格経験してるからさ、うん、やっぱだんだんこうなんかこう足元見ちゃってさ、うん、まあ、悪いことじゃないんだけど、うん、なんか選手とかスタッフとかが本気でじゃあ J1 優勝っていうところに向かってるかっていうと、まあ、まず残留とかっていうのを言ってる年が多くて、まあ、それはめちゃくちゃ大事なことでありながら、なんかやっぱ今回優勝してさ、もう一回チームがいい方向に行ってるっていうのを多くの人が多分感じてくれてるから、今回のオフとかもまた強いジュビロってすごい言ってもらうこと多かった。でもなんかそこで俺もなんか瞬間的に正直、いやそんな、そこでじゃあまたこのままいい方向に行って J1 優勝ってそんな簡単じゃないですよって思っちゃう自分もいて、うん、その財政的にもすごいお金があるクラブでもないし、 J1 の中でもちろんスター軍団でも全くないし、なんかって思ったんだけど、でもなんかそれじゃあいつまで経っても、それこそ今後こうエレベータークラブみたいになっちゃうなっていうのはなんか感じて、なんか今のチームもすごいいいチームだと思うし、クラブも関わるいろんな人がやっぱりこうこのクラブを良くしようと思って今すごくいい方向にこう動かそうとしてるし、やっぱ今こそもう一回3年なのか5年なのか、まあそういうスパンでもう一回ジュビロが J1 でチャンピオンになるっていうのを本気で目指さなきゃいけないんじゃないかっていうのを感じてます。いや、うん、その通りだと思います。でもなんかやっぱりこうなんとなく思い描いてるみたいなのあるじゃないですか、うん、あの僕たちも絶対にこの、 あの黄金期の強さをもう一度みたいなことはすごい言われますし、でもじゃあそこに今戻る、まあ、戻らなくてもいいと思うんですけど、新しく作ってもいいと思うんですけど、そこにその位置まで戻るのになんか
なんとなく戻りたいみたいな気持ちはあるけど、うん、明確にじゃあ選手も会社もサポーターもスポンサーもみんなが思ってるかって言ったら、うん、ちょっとぼんやりとしてる部分があるのかなって感じるんで、うん、今山田さんが言ったみたいに、まあ、3年後か5年後かなのか、うん、そこを目指してまたやっていくっていうのは大事なことかなって、うんうん、思いますね。まあ、ましてやそれは自分たちがいる間であれば、うん、よりいいなとは思います。確かにそう。なんかみんながその目指すタイミングが合わないとさ、うん、多分本当にそこに向かっていかないと思ってて、うん、そう、うん、多分俺は今こうやって気づいて、うん、やっぱもう一回ちゃんとみんなで J1 優勝を目指したいって思ったけど、多分じゃあ 2,3 年前に思った人もいるだろうし、うん、じゃあサポーターの中にも今思ってる人、何年か前に思った人いるだろうし、うん、だけどそれぞれがそれぞれのタイミングで、うん、やっぱもう一回 J1 優勝本気で目指したいなって思っても、それじゃあこう歯車は噛み合わないから、うん、本当にどっかのタイミングで何年後にここに行くんだ、そのために今こういうことをするんだっていうのをやっぱりクラブとして出しながら、やっぱ選手、コーチングスタッフ、会社のスタッフ、サポーター、スポンサー、うん、みんながそこに向けてもう一個ギアを上げるというか、うん、なんかそういうことをしていかないと、ただ延長線上には J1 優勝はないとは、うん、今のクラブの現状を考えて思うから、まあ、そのタイミングをやっぱりこういう J2 からいい形で昇格したタイミングに、うん、あえてみんなでこう足並み揃えてやっていかなきゃいけないなっていうのを今感じているから、まあだからコウスケがキャプテンとしてしっかりそこは J1 優勝っていうのを宣言してもらって、うん、来年やってもらえればな。そうですね。お願いします。お願いします。頑張ろう。怖い。頑張ろうと一言くれよ。頑張ろうって結局勝てなくなっちゃうとまたサッカー変わっちゃうからね、うん、残留するためのサッカーになって、うん、で、まあ、残ったとしてもまた違うサッカーやるし、うん、次の年には一貫して同じサッカーを続けていきたいなとは思うけど、うん、本当だよそこの積み重ねがね、うん、クラブとしてってことですよね。サッカーの部分もそうだけど、うん、考え方だったり目指すべきものを明確にして、うん、ブレずにやっていけるように、まあ、まずは来年ですね、うん、はい、頑張りましょう。頑張ろう。頑張りましょう。頑張ろう。締めますよ先にご飯してください。ちょっと食べますか。あとでもいっちゃいます指輪サポーターの皆さん、 YouTube も見てくださってありがとうございます。まあ、ちょっと終盤サッカーの話もしましたが、来年 J1 で戦えることを、まあ、僕たち選手も、まあ、サポーターの皆さんもすごく楽しみに思ってると思います。また強いジュビロを作っていけるように頑張るので、引き続きよろしくお願いします。以上です。どうぞ。はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。そうですね、あと今シーズンも1年間熱い応援ありがとうございました。うん、まずは、来年、そうですね、今年培ってきた積み上げてきたものを、いい形で披露できるように、頑張りたいと思います。そして来季以降はコウスケ君の素の部分であったり選手の素の部分をこの YouTube でどんどん流していけたらいいなと持っていますので、楽しみにしていてください。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。このコーナーが長くにわたって開催していけるように、もう一回メンバー編成も含めておい待て俺らのせいで盛り上がらなかった感じになるじゃん。しっかり練習で何とかなるから大丈夫。しっかり反省して反省って言うなよ。つなげていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、第2回楽しみにしてます。はい、そうですね。ということで第2回も開けるように頑張りましょう。呼んでもらえるようにいっぱいおごるわ。
そうですね、金じゃないんだよな。トーク力難しいな。ということで、また来年スタジアムでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。